どうも今話題のテロリストで、警備が5分ほど誰も入れるな。5分？そうだ。久しぶりだね。お前は変わらんな、小僧。初めて会った時とほとんど変わらん。あの後、社長に言われたんだ。源一郎は幼なじみで、この世で最も信頼のおける男だ。私が先に生きる道を見つけて、少し寂しいのだろう。でね、社長にそれを言われちゃ許すしかない。僕たちはその前に敵の王さ、カムイを倒しページを奪う。そのためには、世界を味方につけたあなたの力が必要だ。さあ、返答は？イエスかノーか。つまらんな。自称名探偵を買いかぶりすぎたか。わしを揺さぶる説得術の一つも腹に飲んでくるかと思ったが。でもしない。僕はただ信じるだけだ。なぜなら社長が一言、福地を信じる、そう言ったから。福沢はいい部下を持ったな。でどうする？密航の準備は？言われた通りに。付近に監視はありません。潜入可能です。よし。粗相のないようにしないと。何その恥ずかしい格好。見つかったら厄介だ。お前も早く隠れろ。やだよ、英雄なんて言われてる割に格好悪い中年だな。ちょっとランポさん、貴重な同盟相手ですよ。もう少し言葉遣いを。構わん。この小僧はな、妬んでおるの。もしかしてこれが見たいのか。でもな、喉が渇いたな。はい、これですよね。仕方ないな、社長には内緒だぞ。異能力超推理。カムイとは何者か。カムイはヒョードルやニコライを手駒として使っている。つまりそれほどの実力とカリスマを持った人物。証拠は？ランポさん、発煙筒？すまない、僕のミスだ。マジ逃げ切れ、お前では勝ち目はない。ともう一つ、カムイに能力は持つ武器の性能を。